皆さんこんばんは、神宮館 TV です。2022年7月の旧星別運勢ランキングを発表してまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いします。その前に先生、7月はどのような月になっていますか？はじめに全ての人にとって悪い方位をお知らせいたします。一つ目はこちら、東北方位になります。こちらに赤い字で月破と書かれています。その月にこの東北方位に出向いて大きな契約審議事をすると、ことを破れる、破断しますよという方位になります。自分の自宅から見てこの東北方位に向かって、例えば不動産の契約をするとか移転をするということに対して破れてしまいますよという方角になりますね。2つ目、西北方位になります。こちらには赤い字で暗剣殺と書いてあります。暗剣殺とは暗いところから剣が出てきて殺すと書くように、周りからの攻撃を受けてしまいますよという方位になります。自分の自宅から見て西北方位にドライブ行ったり旅行行ったりすると、怪我や事故に遭いやすいですよという方位になります。どうしても行かなきゃいけないって計画をね、立てている方は交通安全のお守りを持ってお出かけになるといいですね。この2つが注意する方位となります。六白金星が中宮に入る時というのは、神仏の恩恵を受けるという意味があります。神様、仏様の恩を受けるということは、皆さんどうしていればいいと思いますでしょうか？すごいものを授かるわけですから、品行方正に正しい行いをしますよということがすごく大事なポイントです。神様、仏様、皆さんの行動を見ていますので、ここで悪さをしたりとか人に嘘ついたりとか、そういうようなことをしてしまうと、神様だって見てますよということなんですね。正しい行いをして神様を味方につけるというような月なので、ぜひ神様に後押しをしてもらえるような行動をとってください。7月のですね、旧星別の開運法というものに関してですが、自分を磨き高めてくれる方法をアドバイスいたします。今回私が考えたその人の旧星別に合わせたスクリューアップ方法なので、ぜひぜひ最後までご視聴いただければと思います。それではランキングの発表に参りたいと思います。第8位は時刻土星です。運勢は大凶運です。時刻土星は自分の行動に責任を持つことが大事です。責任を持つということはどういうことかと言いますと、約束は守りましょう。守れない約束はしないようにしましょう。いい加減なことをね、していると信用されなくなって人間関係まで悪化してしまいますので、そこは注意してください。改善策として予定は必ず手帳に書き留めておくといいですね。また何かを始めたら途中で投げ出さないで最後までやるように心がけてください。時刻土星は自分の行動に責任を持つこと、約束を守ることが重要なポイントとなります。大凶を少しでも良くしていきたいと思いますので、ぜひ頑張ってください。それでは7月の開運法をお願いします。毎日できる目標を立て行動することが大事です。7月は気力が低下して自分が成し遂げようという意欲が出てこなくなるんですね。そこで自分磨きとして1日で達成できる目標を決めて実行してみてください。例えば今日少し早めに会社に行って自分のデスク周りを掃除するとか、今日は腕立て伏せを10回やってみるとか、自分ができそうな目標です。あまり高い目標を立ててできないと達成する気がなくなってきますよね。ここで皆さんに言いたいのは、毎日でもできる達成感を味わってほしいということなんです。今日これやった、これできた、明日これやった、またできたということがすごく大事で、それができるとやる気スイッチが入ってくれるんですね。人任せにはしない、自分で計画を立ててしっかり行動できるようになれるんです。それでは第7位は六白金星です。運勢は小吉運です。六白金星は何事も焦らず待つことが大事な月です。7月は運気が流れが少し止まっているので、物事を慎重に進めて安定を図る月なんですね。自分の本命星が中宮に入るとよく言われるのが、行動次第で吉にも凶にも分かれてしまうよと言われます。そこで晴天はことを仕損じじゃないですけども、7月はゆっくりでも確実に進めていくということが大事なポイントになります。六白金星は何事も焦らず待つ、そういう月ですね。それでは7月の開運法をお願いします。食生活を見直すということです。なぜなら中宮に入ると周囲の人に振り回されるというものがあって、自分の生活リズムが狂ってしまうかもしれないんですね。
そこでリズムを整えるために規則正しい食生活をとって精神的な面を安定を図り健康的に過ごすようにしましょうと。食事はなるべく、ね、和食を中心に朝昼晩必ず3度摂るといいですね。また寝る前の食事、肥満の原因になると言われますので、できるなら3時間ぐらい前に食事を終わらせておくと健康にもいいと。それでは第6位は三碧木星です。運勢は小吉運です。三碧木星は堅実的にことを進める月です。7月は安定志向で無難に過ごすことを考えてください。例えるならば、蒔いた種の芽が出るのを待つというようなイメージですね。ただ一つ心配することがあるんですね。7月はストレスが溜まりやすい月なんです。ストレスでもまあいろんな形で発散する方法はあると思いますが、ストレスを買い物で発散するということはやめてほしいなと。7月は買い物以外でストレスを発散する趣味を楽しむとかね、はい、という方向で三碧木星の方、ストレスをためないように堅実的にことを進めるということが大事なポイントです。それでは7月の開運をお願いします。7月は計画性を磨き堅実的に進めるという月です。そこで大切なことは計画を立てて行動することが大事です。例えばウォーキングするんだったら1週間5万歩歩いてみるとか、7月は計画を立てて実行するということを習慣にできると運気がどんどん上がっていくんですね。それでは第5位は七赤金星です。運勢は中吉運です。七赤金星は自分の体のメンテナンスをする月です。七赤金星の上には暗検察というものが同座しております。これは七赤金星は暗検察を持っている状態、周りからの攻撃を受けやすい状態になっています。そこで運勢がちょっと下がるので、中吉運とはいえ引き締めていきましょう。本来七赤金星の人は自己管理能力に長けているんで、私生活でも仕事でもバランスを考えてうまく気を緩めたり気を引き締めたりということができる星なんですけども、7月はね、少し体に休ませるサインが出るんですよ。かといって休ませてって言っても仕事しないわけにもいかないですしね、小さい子供がいるうちは忙しいと思います。ただ車のメンテナンスと違ってね、人の体って部品交換するわけにはいかないですからね。だから日頃から七赤金星は自分の体をいたわるためのメンテナンスをすることを心がけてください。それでは7月の開運法をお願いします。なるべく良い姿勢をキープするということが大事です。姿勢を良くすることで健康だけではないんですよ。周りの人に好印象を与えて人間関係も良くしてくれます。それが自分の姿勢を磨くということなんですね。そもそも姿勢が悪いと足腰のしびれとかね、消化器官の機能が悪くなるとか、そういったことがよく言われますので、私なんかね、姿勢があまり良い方ではないので電車とバスよく使うんですよ。で、移動中にその時間利用して両足均等にまっすぐ立ってお腹に力を入れる、それだけでね、結構トレーニングになるんですよ。何分かやるだけでも全然姿勢が変わってきます。良い姿勢になれば当然肩こり腰痛とかも緩和されるんで、一石二鳥ではないですかね。それでは第4位は八白土星です。運勢は中吉運です。八白土星は気持ちが明るく元気に過ごせる月です。友達や同僚からの誘いも増えますし、人が集まり賑わう場所に出かける機会も増えます。ということは良い出会いもいっぱい起きるということになります。出会いは人に限らないです。物質的なものとの出会いも考えられますね。例えば人気のラーメン店で食べたラーメン美味しかったと、でそれがきっかけに自分も本格的にラーメン作りたくて料理勉強したりとかね、気持ちが前向きになっていくんですよ。また7月はですね、人と話をすることが楽しく感じられる月です。楽しく話せるわけですから、仕事にも良い変化が現れて周りの人と良い関係も築けますね。八白土星は良い出会いを逃がさないようにしましょう。それでは7月の開運法をお願いします。コミュニケーション能力を上げるということですね。7月は良い出会いがありますので、それをもっと引き寄せるためにコミュニケーション能力を磨くということです。このね、コミュニケーションっていうのは恋愛だけのことを言ってるわけではないんですよ。大事なのは様々なご縁を築けるということなんですね。仕事関係での出会いもあるでしょうし、自分を応援してくれる人との出会いっていうのも考えられますし、自分のライフスタイルに合わせて出会いがあるわけですよね。またもう一つは、その周りの人との意思疎通もスムーズになれば、今までの人間関係だってちょっと変わると思うんですよ。難しく考えないで話を伝える、話をよく聞く、これだけ頭に入れて自分を磨いてください。それでは第3位お願いします。一泊水星です。運勢は中吉運です。
一泊水星は上昇気流に乗って成功をつかむ月です。上昇気流が来ていても乗る準備ができてなければチャンスって逃げちゃうんですね。その上昇気流をつかむためにどうするかというと、今までの経験だけではなくて今自分に欠けていることを新たに学ぶことで上昇気流が来ても自信を持って乗っていけますよということになる。7月は可能性を信じて何事も挑戦して成功をつかんでください。それでは7月の開運法をお願いします。自分のためになる本を読むということですね。例えば気持ちを前向きにしてくれる本とか、人生の成功者が語る本とか、自己啓発的な本はいっぱいあると思うんですね。ただ大事なことは自分に必要な本を読むということなんですね。私は神様に関わる本、歴史書であったり小説であったり、そういうのを好んで読むようにしてるんですね。すごく仕事に役立ちますし、気がつくとそれがすごく生かされてきてるっていう。一泊水星は自分を磨く本を読んで成功をつかんでください。それでは第2位は白く木星です。運勢は中吉運です。白く木星は勢いを増して物事が順調に進む月です。すごくいい月ですので不安や不満がなくなります。自分のことをじっくりと集中できます。そして気持ちもすっきり晴れやかな気分になれる月です。体力と、ね、気力もフル充電されている状態ですのでね、今まで高い壁だと思っている壁ありますよね。それがね、7月は低く見えるんですよ。今まで積み上げてきた努力の方がその壁よりも上に行ってるわけですよね。白く木星7月からどんどん運気が伸びているんで波にぜひ乗ってください。それでは7月の開運法をお願いします。諦めていたことに再挑戦してみるということです。7月は運気が高まっているのでどんどんチャレンジしてみるといいです。諦めていたことを自問自答してね、いろいろ考えてほしいんですけども、例えば読みかけの本をもう一度読んでみるとかね、ちょっと簡単な例えかもしれないですけども、自分の中で思い当たる点を振り返ってみて試すと運勢が中吉からどんどん上がっていきます。それでは第1位は豪土星です。運勢は大吉運です。豪土星は良いご縁に恵まれ幸運をつかむ月です。ご縁というのはね、良くも悪くも自分次第で変わるものなんですけども、些細な縁であっても良い縁に変わることってあるんですね。それを無駄にしてほしくないんですね。例えるならば、バスでご年配の方に席を譲りました。何日か後にその方とスーパーで会いました。ご挨拶してもちょっと立ち話になって、話してるうちによくよく聞いてると自分の勤務先のお客様だった。そこでまた縁が深まったっていうことも実際にあるんですね。それでは7月の開運法をお願いします。交流会やイベントに参加してみるっていうことですね。7月は人とのつながりを広げるスキルを磨くってことが非常に大事です。仕事でご縁を作りたい人はセミナーや勉強会に行って名刺交換をしてみるとかね、新しい友達と良いご縁が作りたい人は習い事を始めてみたり、ボランティアに参加してみたりするのもいいかもしれないですね。恋愛結婚を望んでいる方は婚活パーティーともいいですし、友人や会社の方に紹介していただくというのもありですよね。7月は自発的に動いて目の前にあるご縁を大切にしてくださいという月です。第9位は九紫火星です。運勢は大凶運です。九紫火星は日頃の無理がたたる月です。九紫火星のとこですね、こちら月破というものがついております。九紫火星の人は月破が同座しているということもあって運勢が大凶運になってしまったという。7月は特に健康運注意ですね。不節制な生活をしているとランキング通りになってしまい、家族や仕事にも迷惑をかけてしまいます。九紫火星の方は真剣に自分の体をいたわってください。それでは7月の開運法をお願いします。規則正しい生活を心がけるです。本当7月は無理をしないで自分の体に磨きをかけて健康的に過ごす、そのためのスキルを上げましょうということが大事です。そこでね、2つだけやっていただきたいことがあります。1つ、朝起きたら窓を開けて朝日を浴びるということです。朝日を浴びるっていうことは体内時計がリセットされると言われるんで、体のリズムを安定させましょうという意味がありますね。2つ目は、就寝1時間ぐらい前スマホやパソコンは見ないということですね。ブルーライトを浴びるとね、頭が覚醒して睡眠の質を悪くしてしまうんですね。せっかく朝リセットしていい状態になってて睡眠で破壊してしまったらもったいないですよね。寝る1時間前ちょっとだけ我慢してください。これが運勢を大凶運から良くする方法の一つとなります。以上が2022年7月の九星別運勢ランキングとなります。今日の配信を見て面白かったよっていう方、ぜひいいねボタンを押してください。
最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまたお会いしましょう。